東京日本橋で明治20年創業の有名寿司店五代目店主の男が、路上で面識のない女性に性的暴行した疑いで逮捕されました。東京日本橋の寿司店宮古寿司の五代目店主、山形秀明容疑者は、先月10日深夜、東京中央区の路上で 面識のない20代の女性に声をかけ性的暴行をした疑いが持たれています。山形容疑者が店主を務めていたこちらの支店の看板には創業明治20年と書かれています。警視庁の調べに対し山形容疑者は仕事を終え酒を飲みに行ったら女性と飲みたいと思いナンパをしに行った女性とは同意がなかったと容疑を認めているということです。